そういった制約がない状態で皆さんに存分に楽しんでいただきたいと思って、はい、そういうところを一つ一つ、クリアするべく、はい、まあ、長い時間かけて、はい、作り出したっていうところですね。聞いただいた音響を開発なさいましたキッソニクス株式会社代表取締役社長伊藤和幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。伊藤です。はい、今お聞きしたんですけれども、はい、すごいですね。ありがとうございます。何と言いますか、この音響がこの部屋全体に響くというか、はい、リスナーの方も聞いていて、はい、ちょっと驚かれたんじゃないかなと思うんですけれども。あ、かもしれませんね。はい、はい、音を言葉で説明することは非常に難しいんですけども、うん、はい、こういった番組で、直にリスナーの皆さんに聞いていただけるっていうことは非常にその説明いらず で、うんうんうん、できっと初めて聞く初めて体感する音ということで、うん、はい、ちょっと驚かれている方もいらっしゃるんじゃないかなと思っております。そうですね、はい、はい、さあということで、はい、今お聞きいただいたのがキッソニックス HDS4 という4次元サウンドスピーカー、はい、ということなんですね。はい、そうですね、そのスピーカーの中にこの、はい、サウンドを作り出す立体を作り出す、うん、はい、まあ、プログラムが入っておりまして、スピーカーでリアルタイムに変換されて聞けるっていうのが、まあ、スピーカーシステムでして、はい、でこの音源自体もサウンドプログラムを通すことでデジタル化されて、例えば CD であったり、うん、ブルーレイであったり、はい、あるいはまあ配信のコンテンツであったり、うん、そういったものにそのまま使えるという夢のような便利な便利すぎる、そうですよね、はい、技術ですね。その大元のところでも音が変わってしまっている、はい、ということですね。そうです、そうです、はい、それをデジタル化することで、はい、皆さんが普段お使いの機器で使えるサウンドファイル、うん、あるいは映像ファイルになってお届けできるという、そういった、はい、技術です。ね、ちょっと控え室でその iPhone の状態で、はい、その YouTube を、はい、まあ、この、ね、今のサウンドで聞かせていただいたんですけど、はい、かなりの臨場感だったんですが、ありがとうございます。それも驚いたんですけれども、はい、はい、そうですね、うん、この技術の面白いところっていうのは、はい、いろんな音響技術で例えば立体的に聞こえるよっていうような技術、うん、まあ、いろんなメーカーさんが開発していたりとかっていうのがもうあるんですけども、はい、大体がいろんな制約があります。例えばこういう環境下で聞いてください、室内でなるべく壁の反射がある場所で聞いてくださいとか、ーカーテンはそういう場合は下げないでくださいとか、いろんなとこありますんで、外に出ると体感できないので外では使わないでください、いろいろあるんですけども、まあ、私はそういった制約がない状態で皆さんに存分に楽しんでいただきたいと思って、はい、そういうところを一つ一つ、クリアするべく、はい、まあ、長い時間かけて、はい、作り出したっていうところですね。すごい。ですので、はい、デスクトップで一人で楽しんでいただくことも、うん、家族で例えば 5,6 人で、うん、テレビの前で楽しんでいただくことも、はい、あるいは小規模の自100人クラスのライブハウスで、うん、コンサートを楽しんでいただく、はい、あるいはもう本当に2000人、はい、5000人クラスのコンサートホールでも威力発揮しますし、うん、一番は数万人規模の屋外のコンサートやイベントでも、はい、これがそのまま使えるんですね。うん、はあ、そうですか、はい、もうなんと画期的なというか、
ね、業界では皆さん驚かれたんじゃないかと思いますけれども、いまだに信じてくれない方が、はい、まだいらっしゃるという。あ、そうですか、はい、もうこれは体感するしかないということですかね。そうですね、はい、ぜひその、まあ、機会があれば、うん、まあ、なかなかあのイベントっていう、特に大型のイベントっていうのがやりにくい昨今ではありますけども、うん、いろんな手を使って皆さんにこの音を体感していただきたいなということで、はい、うん、今アイデアを練っているところです。そうですか、はい、今までもあの素晴らしい事例が、ね、はい、ありますよね、はい、花火を楽しむことができたんですね。そうですね、あのここ数年未来型花火イベントということで、はい、うん、スターアイランドっていうエベックスさんが主催されている花火と 3D 音響のイベント、はい、まあ、ショーなんですけども、うん、はい、これがすごくて、あの海外でもシンガポールであったり、あとサウジアラビアであったり、うん、実際に展開させていただいてまして、うん、はい、数万人の方が一堂に会して、花火を、普通まあ花火はこう、うん、玉屋じゃないですけど、はい、花火は花火、はい、で音楽が鳴っていてもなんかその音楽は添え物的な感じが、はい、今までの花火大会みたいな感じですけども、うん、はい、花火大会ではなくて、もう花火と 3D サウンド、あるいは照明とか映像とか、はい、そういったもののもう全く異次元の空間を作り出す、それを数万人の方が同時に体感する。うわ、で一番直近、もう、はい、ここ1年イベントがちょっとできない状態ですけども、うん、はい、2019年2020年のカウントダウンイベントをシンガポールでやらせていただいた時は、はい、その花火にプラス500機のドローンが、はい、加わりまして、もう本当にこの世のものとは思えない空間が、どんな感じなんでしょう。シンガポールの街全体が花火とドローンで、もうベイエリアがもう、もう不思議な空間になってます。あ、そうですか、はい、まあ、東京でもあの豊洲なんかでも2019年にやらせていただいてますけども、うん、はい、シンガポールはまた政府がいろんな規制を撤廃してくれてるので、はい、本当に際限なく自由にできるんですか、はい、いろんな仕掛けができたということで。そうですか、はい、皆さんの反響はいかがでしたか。もうすごいですね、うん、YouTube なんかも一般の方が、会場の中にいらっしゃった方も会場の外にいらっしゃった方も映像を撮られて、はい、YouTube すごいことになってました。あ、そうですか、はい、もうたくさんの、はい、もう見切れないほどの、うん、あの映像が上がってまして、我々が見れない角度からも、うん、会場の外からもなんか撮られていて、はい、皆さん楽しまれてるんだなと。会場には2万2000人しか入れないんですけども、一応シンガポールのそのエリアでは50万人の方がご覧になっているという話でしたね、うん、あ、そうですか、はい、ただ見が48万人ぐらいいるという感じですかね。そうでもね、もう人々の関心がそこに集まったということですよね、はい、あ、そうですか、はい、あのお花火のイベントもあったそうですよね。そうですね、はい、あのこれはあの、はい、フラワーズっていう、ネイキッドさんっていう映像制作会社さんがやられているものでして、これは室内ですけれども、いろんな仕掛けを作ってまして、はい、でその仕掛けに対して映像の方の仕掛けを、さらに立体的な音がそれをフォローすると、はいはい、そうするとあの目に入ったもの以外に音で雰囲気を作られると、はい、もう目に見えてるものが全く違うものに見えてくるんですね。そういう意味でも未来に向けての映像コンテンツであったり、はい、うん、イベントであったり の、はい、あの楽しみ方の一つの方向性を、はい、まあ、弊社で提案させていただいているという形になってます。そうですか、はい、このサウンドは、はい、まあ、脳科学を駆使したというところがキーワードですよね、はい、そうですね、はいはい、ちょっとこのあたり詳しく教えていただけますか、はい、あ、はい、まずあの、このサウンドシステムの大きな特徴として、うん、はい、スピーカーはステレオスピーカーを使います、うん、はい、ですから2個でいけると、うん、はい、でこれなぜ2個なんだって、まあ、よくサラウンドなんかですと 5.1 チャンネルとかっていうことで、はい、うん、普通のスピーカーを5個、まあ、はい、リスナーの周りに並ぶ、あ、あの囲って、はい、でサブウーファーっていう重低音を出すスピーカー1つで、まあ、5.1 を作るんですけども、はい、そういった環境下はある意味特殊な環境でして、うん、5.1 を聞かれている方はよくおっしゃるんですけども、はい、うん、家庭で聞くとほとんど1人しか楽しめないと。うーん、あー、なるほど、でやはりスピーカーが近いところにあると、はい、そのスピーカーの音がやたら聞こえてくるんですね。いろいろ制約が出てしまうんですね、あんまり大きい声で言えないんですけども、うんうんうん、映画館もプレミアムシートのあたり以外は意外に 5.1 の音恵があまりない、うん、はい、そうなん
ですか、なるほど、でキッソニックスの場合は、2つのスピーカーでそれをやっているということで、はい、スピーカーの間に入っていれば、うん、ほぼほぼ7割ぐらいの方が同じ体感ができるんです。でなぜその2つのスピーカーかというと、うん、はい、まあとても簡単な理屈がありまして、うん、人間耳が2つですね、はいはい、その2つの耳に届けられる音は2つあればいいんじゃないかと、うん、なるほど、はい、あすごく単純な理由なんですね。そうですね、よく最近例えば 22.2 ちゃんとか、うん、もっと壁中スピーカーみたいな実はシステムもあるんですけども、人間の耳そんなにどこから聞こえてるかなっていうのをつぶさに実は把握できないんですね、はい、でそういったこともあって聴覚の科学をしていくときに、やはり主体になるのは、うん、人間がどう音を捉えているかということが一番重要でして、はい、うん、どこから音が出ているかじゃないんですね。あ、なるほど、どこから音が出ていようが、人間がどう聞こえているかが一番大きいポイントでして、ですからキッソニックスのプログラムは、人間がどう聞いているのかということを、まあ、中心にした考え方で作られている。なるほど、はい、そうなんですね。そうなんです。あ、もう革新というかですね、はい、もう長年にわたって研究をされた結果で、はい、まあ、その中の一つとして、はい、今の結論に至ったということですよね、はい、そうですね、はい、あ、そうですか、はいはい、それではですね、来週ですね、そのあたりのことも、はい、より深く伺っていき、はい、そして伊藤さんについてもですね、はい、よりインタビューをさせていただきたいなと思っております、はい、承知いたしました、はいはい、それでは伊藤和幸さんでした。どうもありがとうございました。特に70年後半から80年あたりまでのレコードは、素晴らしい音質のレコードや音楽的にも素晴らしいレコード非常に多いですね。